東口東口の待合所、上り線ホームかが笠間駅は、石川県白山市笠間町にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。かつては混合ホーム2面3線で上り線に、対比線があったが、レールを撤去してこの構造となった。 互いのホームは、古戦橋で連絡している。かつては、西口のみ、木造の駅舎が設置されていたが、駅の東側地域に、新興住宅地が広がった後、旧三番乗り場後に、東口の駅舎が設置された。東口の待合所には、廃車となった、特急列車のシートを利用して作られたベンチが、設置されていたが、駅舎が建て替えられた際に撤去された。 金沢駅が管理する無人駅。以前は、簡易委託駅で駅の運営や、清掃業務、防犯活動などは、任意団体の、加賀笠間駅振興協議会が行っていた。2019年度の1日平均乗車辞任は1565人で、ある。石川県統計省及び、白山市統計書によると、近年の1日平均乗車辞任の推移は、以下の通りである。 駅前広場には、白山市域出身の廃人、加賀千代女の区域がある。白山駅は、石川県白山市が、北陸新幹線金沢駅小松駅間に設置を、要請していた北陸新幹線の鉄道駅である。駅名は仮称である。当初白山総合車両所に、在来線新駅と新幹線上向上、後に当駅の周辺に、 新幹線新駅を設置する構想を立てていた。隣の末藤駅に特急が毎日上下合わせて14本停車しているが、この構想が実現すれば、白山市において特急列車の停車がなくなることの代替措置となり、大都市との速達性の低下を避けるとと,ともに、新たな観光ルートも創設しうると白山市は説明していた。内閣総理大臣を務めた。 森吉郎が長きに渡りこの構想を提唱し、周辺地域では、目指せ。白山駅などといった広告が多く出ていた。これに対し2016年11月、JR 西日本は、再三面などから、新駅設置に難色を示し、2017年3月14日、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームは、新駅設置見送りを決定した。 これを受け同年4月、地元自治体かによる北陸新幹線白山駅建設規制同盟会は設置断念を表明。同年5月末をもって解散した。各民間団体も新駅誘致運動を終了している。全国に5つある新幹線総合車両所のうち地元自治体に新幹線駅が建設されていない総合車両所は、 白山総合車両所だけであるという現状認識から、当初は国の事業として、白山総合車両所に新幹線乗降場を設置することを求めていた。しかし、総合車両所内に乗降場を設置する場合、福井、大阪方面への延伸後のダイヤ調整など困難な問題が多く、白山市が整備費を負担する西岸駅として、 本線上に新駅を設置する構想に変更した。実際に駅を設置する場合、新幹線の停車駅が一駅増えることに伴う、ダイヤ調整や速達性の維持、工事計画や運行管理システムの変更、財源や収支再産性の確保が必要となっていた。以下は、 北陸新幹線白山駅建設規制同盟会の資料による駅構造、駅施設の概要である。白山市及び北陸新幹線白山駅建設規制同盟会では、1日の平均乗降客数を約6700人と想定していた。ありがとうございます。